おはようございます。はい、おはようございます。Qチャンネル、今回は、西部南端のリロアンに来ております。今回お世話になります、マリンビレッジのガイド関口さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもご無沙汰しております。はい、ご無沙汰ですね。10年、約10年ぶりそうですよ、はい、ありがとうございますだいぶ感覚空いちゃいました。はい、そうですね。最近のリロアンはどうですか？やっぱりね、海の、鮮やかさ、これはもう昔から変わってないんで、今回もね、その鮮やかな海にリロアン色っていうのを楽しんでもらいたいと思います。いいですね、リロアン色、はい、僕写真集作る時もたくさんね、はい、そうですね、リロアンの写真使わせてもらってるんで、はい、今回もミラクル起こしましょうそうですね、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。最高ですね。最高の天気です待ってました、はい、今からイラクポイントの方行きます。はい、はい、ちっちゃいクマドリカエルアンコ狙いで、はい、はい、リロアンのリロアンらしさっていうのは、はい、関口さん的にはどういうところなんですかね。リロアンらしさ、うん、どんどんドツボにはまっていくとかねなんかもっともっとっていうのをなんか出してくれる海というかね、はいはいはい、だから同じ被写体でも背景が変わったりとかね、うん、色合いが変わったりとか、はいはい、なので、まあ、僕らは同じような被写体を紹介しても背景違いますよね、やっぱり、ね、お客さんがなんかちょっと気持ちいいというか、うん、っていうのを見ている僕らが気持ちいい滑らないように。はい、素晴らしい。リロアン楽しんでますか？楽しんでます。こんな感じで毎日スズメダイを撮ってます。スズメダイばっかり。一人で撮ってます。じゃあ、次のダイビングは、はい、ここから左側4分ぐらいのマヌリバというポイントに行きたいと思います。マヌリバ、はい、マヌリバです、はい、最初一番深場の方に、ね、入っていきたいと思います。そこに大きい根がありますので、はい、ちょっとワイドとマクロ両方狙ってという形でね、そこから浅場にめがけてちょっと上がっていきたいと思います、はい、水深大体 10m ちょっとぐらい、今ジョーフィッシュが口の中にね、卵持ってますので、はいはい、まあ、それをまた、取りながらという形で、うん、浅場にね入っていきたいと思います。安全停止、また、魚を取りながらという形でね、最後浮上エキジットという形でいきたいと思いますね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
最終日になっちゃうんじゃないですか。早いですね。早いですね。やっぱり1週間ぐらい必要ですね。そうですね。やっぱりこの辺のマグロは1週間でも取りきれない。今日ちょっと目先変えてアポ島ですけど、はい、はい、あのちょっと大物系をね、はい、狙って。久しぶりだな、はい、もういいお天気ですね、はいはい、日差しギンギンで、ギンギンで、はいはい、ガリガリ取ってください。マグロ生物の、なんて言うんですか、量なのかな、あの、そうというかね、なんか、こう、いろんな生き物が、例えばその、ワンフレームにこう飛び込んでくるような感じのじゃないですか、あれって、なんかありそうで、なかなかないんですよね。ここまで頻繁に取れるっていうのは、あんまやっぱり色あって、古見さん的にたまらないようにじゃないですか。そう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 、なんか狙ってるとね、横からヒュッて入ってくる、ね、そうなんですよ。それって本当狙っても取れないシチュエーションだったりするんですか、うん、ああいうのはやっぱすごいいいですよね、うん、あれですよ、関口さんのフォトセミナーも大人気が出てる、はい、いやいや、おかげさまでまあ、せっかく撮るならね、あのいろんな機能を知っていて、まあ、っていうちょっと、まあ、皆さんのお手伝いっていう感じなんですけど、まあ、僕も最初独学でね、はい、分からないことだらけだったんで、ほとんどの人はまず説明書を読まないんですよ、うん、これは、まあ、悪いことではないんですけど、はい、今簡単に撮れてしまう、だからなんとなく撮れてしまう、だけどもう一個先っていうとやっぱりそのカメラとかね、特性とか、まあ、そういうのをよく知っているとまたちょっと違う写真ですよね。そうですね、はい、まあでもあれでうわ綺麗に撮れたっていうのが、うん、まあ、僕らの喜びの、ね、はい、一つでもありますし、まあ、それでダイビング楽しいっていうと次またどっか行きたいとか、ね、うん、まあ、これがあのダイビング業界の活性も当然ですけど、うん、そうですね、はい、だからあの僕らはもう来たお客さんをねいかに楽しんで帰ってもらうか、うん、また来てください、また他のに送ってくださいっていうのがまあ一個使命ですからね。なるほど、はい、そうですね。すごいですね。いやいや、まだまだ底力はこれからで、ね、ビロワンのキャッチコピーはマクロ地獄ですからね。そうですね、言っちゃいましたねマクロ天国の入り口に一歩入るとそこにはマクロ地獄がまあ、あの水中写真はやっぱりやっていくと奥が深いじゃないですか。そうするとね、同じ被写体でも背景変わればってなるんで、はい、そうする僕らが面白いって言ったらお客さんやっぱり面白いと思うんですよね。そうですね、そうそうそう、はい、ああそうそうそうですよ。やっぱりあのガイドさんが面白がってる海って、はい、やっぱ面白いですよね。まあそうですよね、はい、それすごい重要だと思いますね、はい、いやでもね、10
年前と10年前すごい覚えてるのが、はい、関口さんと1日終わった時本当ヘロヘロになってましたね。それを1週間とかやってたんですよ。そうそうですね。聞きましたね。あっちのベンチでこうなって。いや可能性潜りましたね。まああんまり潜り方自体はね、はい、変わらないですけど、まあ、またこれからも引き続き、はい、どうぞよろしくお願いします。いやいやこちらこそ。まだ2本目。最高っすね。あなたの心色です。